やべえ、山だな。山に埋めるしかねえ。ありがてえ、自粛ムードで誰もいねえや。ち、キャバ嬢か。こんな時に外出しやがって。何それ、死体じゃないの。てめえもこうなりたくなかったら外出は控えるんだな。え、嘘、例のウイルスで死んだの。まあ、あの人たち不要不急の外出をしているわ。ああ、全くその通りだ。こんな時に外出するなんて、お前のような人がいるから病気が広まるんだ。この殺人鬼、人を殺していることを自覚しろ。そんなの無理よ、働かないとお金がないのよ。そうです、お嬢さん、みんなアレナウイルスで貧乏に一直線なのです。それもこれも全部アベのせいだ。ち、集まるんじゃねえ。ママ、ママ、やっぱりお友達の中で集まり持ってないのちーちゃんだけだよ。ちーちゃん、家から出ちゃダメって言ったでしょ。ちーちゃん、あつ森が手に入らないのは全部阿部のせいなんだよ。この腐れ気道の左翼どもめ、阿部が阿部がって全部阿部のせいにすんじゃねえ。そうだそうだ、半島に帰れ、このクソビッチが。夜は寝てろ。なんだとこの弱者をいじめる気か。この女は税金を納めない不届き者だぞ。死んでも自業自得だ。てめえ、ママに税金払ってもらってる分際で息があるんじゃねえ。そこへ、国民の皆さん、一体何をしているのですか。家にいてくださいとお願いしているのがわからないのですか。阿部、お前のせいだ。阿部、あいつらを殺してくれ。国民の皆様が外出できないことでストレスを溜めていることは重々承知しております。しかし、いかなる時もストレスが溜まった際は家にいてマスをおかきになってください。てめえ、国民を舐めてるのか。私を悪役に見立て批判することで、あなた方のクソつまらない人生に意味を見出していることは重々承知しておりますが、それよりもストレス発散には家にいてマスをおかきになることをお勧めいたします。よく言ったぞね。そしてこちらの皆様方も、いくら私の味方についたところで私と同じ勝ち組には決してなり得ないので、それよりも家にいてマスをおかきになることをお勧めいたします。なんだなんだ、どういう意味だこの野郎。ああ、全くその通りだ。おいこら、国民の皆様、家にいろ、マスをおかきなさい。なぜマスをおかきにならないのですか。このどさくさに紛れて逃げよう。お前ら、息が苦しい。いくら争ったところで、ちーちゃんごめんね。ちーちゃんごめんね。いい女を抱くことはできないのですよ。ママ、あ、死んでる。人が密になりすぎたせいだ。ちーちゃんいいかい？ママとフワラちゃんを殺したのは誰でもない、ウイルスなんだよ。それを誰かのせいにして争うなんて悲しいことなんだ。いいね。悪いのは誰でもない、ウイルスだ。ウイルスなんだよ。このことで誰かを責めるんじゃないよ。いいね。悪いのはウイルスだよ。